小沢一郎さんの公設秘書が逮捕されるという事件が起こりました。これも皆さんね、小沢さんだけではありません。いろいろとゼネコンから多額の企業献金を受けている政治家がいるということが分かりました。私はね、もう本当に腹立ててます。このご時世にまだゼネコンと公共事業と政治家の金っていうのが、その巧妙に裏口作業があって、そしてこの世の中にまだそんなことをやってる政治家がいたのかと思うと本当に腹が立つんです。だから民主党も自民党もありません。要するに小沢一郎さんという人は田中角栄さんの弟子で、田中派にいて、そして金丸さんや昔の政治家と一緒になってやってきた人たちです。だから今話が出てる人たちもみんなそういう人たちですよ。だからこの際ね、昔のしがらみ持ってる政治家はもう切るべきなんです。そして自民党もね、族議員っていうのをね、これはみんなでね、外さなきゃダメだと。今私たち、僕は当選3回ですけども、今1年生、2年生、3年生でね、300人の衆議院議員のうち150人いるんです。今123の会っていうのを作って、私世話人やってます。私たち真剣にね、もう自民党の古い政治家は切ろうじゃないかと。それから民主党にもいるね、要するに自民党だったのが民主党に移ってるだけの、そういう古い体質の人たちはね、もう退場してもらおう。そして思い切ってですよ、この国の政治を本当に若い連中で、しがらみのない連中で動かしていこうじゃないかと。こういうことをね、やんなきゃダメだって。今日ここに私がポスター作ったのも、石破茂さんとね、一緒にやるやつポスターで、政治から襟を正すって書かせてもらいましたね。まずはこの人、私と同い年、はい、見た目ちょっと老けてますけど、あの石破さん、私と一緒、51歳。それからもう一つは石原伸晃さん、今度は新しい国を開く覚悟っていうことで、石原さんと一緒に演説会やるってポスター貼らせてもらいました。実は石原伸晃さんも私と同い年なんです。中谷元さんもね、防衛庁長官の、それから民主党の、あの野田佳彦さんっていう人、この人もみんな私と同じ51歳。だから当選回数違うけども、そういうね、若い世代がね、思い切ってここでもっても、まあ、要するに昔のしがらみ政治を削んなきゃダメだと。こういう運動を私は自民党員ではなくて国会議員としてね、これ今回やんなきゃいけないというふうに思っております。ですから小沢さんだけじゃなくてね、全ての事案を全部調べて徹底的に解明しろと。ましてやね、小沢一郎さんはなんで俺が悪いんだと、ちゃんと適正に処理してるじゃないか、法律にのっとってやってるじゃないかって。法律にのっとったって、どうして小沢さんだけ31億もお金があるんですか。10億円の資産持ってて、20億円の定期預金持ってて、それが全部政治資金で集めたお金を、なぜそんなにあの人が集めてるんだ、一体どこから集めてるんだ。自分がそれを法律にのっとって手続きさえしてれば正しいと思ってる感覚がもう間違ってるわけですよ。だからそういう人は政治からリタイアしてもらわなきゃならないと思っております。それから自民党の族議員と同じようにはっきりさせなければいけないのが、民主党の中の社会党系の人たちです。保守系の政治をやろうとしている民主党の中には、元の自民党のから流れていった人、それからもともと保守系の考えを持って運動してきた人、それから社会党の活動をしていて、社会党では当選で人に鞍替えした人、自分のバックは労働組合や日教組といった、そういう社会党系の組合に応援してもらって議員になっている人たちが、保守系の民主党という衣をかぶってそこに紛れているわけです。だから政策が民主党が一歩になりません。今回いよいよ日本の自衛隊が日本の物を運んでくる商船を守るために、アフリカのソマリア沖に海賊退治のために自衛隊を出動させることになりました。でもこれは海上警備行動というのは、これは内閣が与えられた権能で、この防衛大臣が命令を下しましたからできましたけれども、でもこれから作る法案、日本国がですよ、公海上において海賊行為を取り締まり、そして日本の船と世界中の
主党はこれを賛成か反対か未だに言えないんです。反対なら反対でいいんです。だけど民主党の中には私たちと同じように大賛成だっていう議員と、それからいや自衛隊が日本の公海から出てくこと、日本の領海から出てくこと自体がもうダメだと、自衛隊を動かすことは絶対反対だと思ってる社会党の人たちが紛れ込んじゃってるから、だから安全保障のこの問題をやるときに、今北朝鮮からミサイルが飛ぶかもしれないと人工衛星って言ってますけども、要するにこのロケットの頭に衛星が乗ってれば人工衛星だし、爆弾つけた弾頭が乗ってればミサイルで、技術は同じなんです。だからこの国の上空を飛んでくものは私は絶対に見逃してはいけない。北朝鮮がミサイルを発射すればそれは即座に日本に領土に落ちてくると分かった瞬間にこれは撃墜しなくてはなりません。私は自由民主党の国防部会長を務めさせていただきました。ミサイル発射されて日本本土に到着するのには10分間なんです。そして実際にミサイルがどこを向かっているかが分かるのに2分かかるんです。そしてそこから完全に上がりきるところまでは、上がりきったところでこのミサイルを爆破しなければなりません。ですから日本海上に日本の軍艦、イージス艦を置いて、そこでミサイルの軌跡を計算して撃ち落とすまでに3分の余裕しかないんです。でそこで撃ち漏らしたとするならば、今度はミサイルが落下してきます。落下してきて、その今度は日本の6カ所にあるミサイル基地からその狙ってるところに対してですよ、ミサイル基地から撃てるところから迎撃ミサイルを撃って北朝鮮の落下してくるものを撃破することになります。このための余裕も3分しかないんです。ですからこの問題はもう日本国政府は極めて明確に言っています。ロケットを日本の上空を通過させ、また日本に落下される恐れがあるときには、これは迷いなく撃墜するというふうに言っているわけで、これは政府として必ずやります。だけどもこの問題だって民主党は何て言ってるんですか。民主党の中の社会党勢力は大反対、党として一つの物事に決断を下さないような状態になっちゃってませんか。私はこれから日本にとって必要な政治というのは自民党だとか民主党ではなくって、本当にこの国に必要な政策を実行できる体制を取れるかどうかだと思ってるんです。だからその意味において自民党の中の属議員を削る、それから国会の中でまあ、さらに未だにゼネコン絡みで汚い金を預かっているようなしがらみがある議員はこれはもう全部削る、それから民主党の中で保守系の政党にいながら社会党の衣をね、実は社会党なのに保守系の衣をかぶって隠れ蓑になっている議員をあぶり出す、それがそういう一つのですね、新しい保守の政治っていうのを作らなければいけないと思ってます。もちろん私は社会主義が反対です。共産主義には反対です。だから私はそういう政党を一つの枠を作りたいと思ってます。一方でいや、この国には社会主義の体制がふさわしいんじゃないかと思ってる人たちもいるんならば、その人たちはその人たちで堂々と政党を作ればいいんです。民主党の中の一部分と、そして社会党が一緒になってきちんとした政党を作って、さあこの国に保守政治をやるんですか、それとも社会党政治をやるんですか、そのことを選んでくださいというならば二大政党になるし二者択一の選挙ができるんです。でも今のうちは自民党も民主党も言ってることはほとんど同じようなことで、ただ違うのは民主党はやろうとしてることは実行できないでしょってこと、自民党もやろうとしながらその裏側で属議員がいて、それを自分たちの利益誘導しようとしてるんだとすれば、これまたそれは許されないでしょ。だから今度の解散総選挙というのは、今麻生さんでがいいとか小沢さんがいいのかとかそんなことを言ってます。自民党がいいのか民主党がいいのかって言ってます。そうじゃないんです、どっちもダメなんですよ。だから今この国に必要な新しい政治の体制を作るために、きちんと中身の分かった議員をまず選んでもらって、選挙が終わった瞬間にその時の当選者によって政党の第一党第二党が決まると、選挙が終わった直後に政界再編成が始まるんです。その時に私は
保守系の政治家がみんなで集まってこの国を新しい形で運営できるように、そういう形を作るための運動をしようと今もうすでに準備を始めています。